すっげえ不利だな。でもこれだけ盛大だとすぐにやみそうな気もするけどな。そりゃあメンセ、台風の速度が遅いそうだから、下手すりゃ明日も丸一日こんな調子らしいぜ。ちょっとの天気でも船は欠航するもんだしよ。やっぱり日曜日のうちには引き上げられないか。念のため月曜日に外部とのスケジュールを入れなくて正解だったよ。ってことは月曜の学校はサボれそうだな。島生活ってのも悪くないもんだぜ。あ、そういや、ジェシカは登校って毎日船で通ってるわけだろ。船が欠航したら学校はどうなるんだ。カメハメハ大王並みに雨が降ったらお休みで、風が吹いたら遅刻してか。船が出なきゃ休みになるぜ。もっともそう甘くはねえけどな。大抵その代わりに自習が指示されて、後でかっちりと見られるから、そうそう気楽でもねえさ。例えば梅雨なんかの長く天気が崩れる時期だと数日間くらい登校できないこともあるんじゃねえのか。そういうこともあるぜ。でも毎日きっちり担任から電話がかかってきて、どう自習しろ何を提出しろと酸っぱく指導されるけどな。バトラ君が考えてるほど簡単にはサボれないよ。船で通う人たちのルールに従ってしっかり勉強をしているよ。むしろ登校できた方が気楽だぜ。自分の部屋じゃ気が散るし集中もできねえしな。それでいて問題集ばっかり数日もやらされてるとかなり精神的に応えるもんがあるぜ。大学の時にはよ、寮のあるところに入ってさっさとこんな不便な島はおさらばしたいもんだぜ。へえ。じゃあよ、ちなみに行きは天気が良くても帰りは悪くて欠航ってなったらどうすんだ。学校に泊まるのか。そういうのはよくあることだぜ。だから帰島できない人用の宿泊所があってよ、そこに寝泊まりするんだよ。下手すりゃ数日間家に帰れないこともあったりするぜ。乗車率が 200% を超えるような満員電車で毎日通勤通学しなければならない人から見てみると、船の通学なんて趣があって良さそうだななんて無責任に思っちゃうけど、やっぱりいろいろと苦労があるんだね。よく無神経な観光客がそういうこと言ってるぜ。私は島の生活なんてもうお腹いっぱいだね。早く高校出てこんな島とはおさらばしたいぜ。高校にだって全寮制のところとかあったろうよ。なんでわざわざ新島の学校を選んだんだよ。私は最初からそれを希望してたぜ。でもお袋がよ、当主跡継ぎとしての修行やらマナーやらがうんぬんってうるさくてよ、結局高校も地元になっちまったのさ。こんな島はごめんなぜ。早く都会で生活したいよ。雨が降ろうが槍が降ろうが、ラフな格好でサンダルを履けば5分足らずでコンビニに行けるような都会に引っ越したいぜ。もう少しの辛抱だよ。高校卒業まであとちょっとでしょ。そのちょっとも我慢できねえぜ。なお食事の準備が整いました。お屋敷へお越しください。なんとなくお腹が空いてきた頃だったしね。行こうか。俺はとっくにペコペコ。本家の晩餐は毎回凝ってるしな。それに郷田さん、
子牛のステーキとか言ってなかったっけ。たまらねえぜ。親族会議の日は特に豪華になるしな。私だって楽しみだぜ。行こう行こう。じゃあ行こうぜ。外の振りはだいぶひどいだろう。はい、お召し物を濡らさぬよう十分ご注意ください。マリア様はいらっしゃいませんか。一緒じゃないぜ。ローザおばさんと一緒じゃないのかよ。ありがとう、ゲンジさんなのね。起こしてしまいましたか。失礼いたしました。いえ、いいの。寝るつもりじゃなかったから。今は何時なの。6時を少し過ぎたところです。ありがとう。毛布は結構よ。変な時間に眠っちゃダメね。すっかり時間の感覚が狂っちゃったわ。雨、とうとう降り出したのね。風もだいぶ出てるよね。いよいよ台風なのかしら。そのようにテレビでは申しております。遅い台風だそうで、明日いっぱいはこんな調子だそうです。そう、この素敵なバラ庭園も日中のあれが見納めだったのね。マリア、そうだ、マリアは。私はお見かけしておりませんが、ゲストハウスにお戻りではないでしょうか。しまったから、あそこにはマリア一人。あの子は誰かにもうやめろと言われない限り、たとえ槍が降ってこようとあそこに居続けるわ。傘も差さずに。私は感情に任せてなんてこと。とりあえず今はマリアが気になるぜ。まさかあの後もずっと一人でへそ曲げてあそこでバラ探しをしてるなんてことはないよな。そうだね、さすがにこの雨じゃ。
と思いたいところだけど、マリアちゃんはたまにすごく頑固でものすごく愚直な時がある。お屋敷ではお見かけしませんでしたので、てっきりこちらにおられるとばかり。ローザ様は仮眠を取られておいででしたので。ここに来る途中に見かけなかったのかよ。申し訳ございません。傘を差し急ぎ駆け抜けたもので、そこまでの注意を払いませんでした。ここで議論するより直接確かめる方が早いさ。兄貴、ちょいとかけっこと行こうじゃねえかよ。6年成長したから僕に勝てるつもりかい。よし、決着をつけようじゃないか。行こう。ローザおばさんだ。おばさん、マリアはどこ？ジョージ君たちと一緒じゃないの？いえ、僕たちはあの後マリアちゃんには出会ってません。探してたのか。うん、見つからない。マリアのバラ見つからない。バトラ君、よかった、見つけたんだね。マリア、ごめんなさい、ごめんなさい。もう、ない、マリアのバラがない。もう、あとで、ママも一緒に探してあげるから。すぐにお屋敷でタオルの用意をさせましょう。マリア、ずっとここにいたのか。ごめんね、本当に悪いままで。ごめんね。ローザおばさん、とりあえずお屋敷に行きましょう。このままじゃマリアちゃん風邪をひいちゃう。そうね。マリア、行きましょう。ちゃんときれいにしないとおじい様に怒られちゃうわよ。お
お腹すいた。もう食事の時間だぜ。マリアはよく頑張ったよ。天気が良くなったら私たちも一緒に探してやるから。さすがマリアは物持ちがいいぜ。うん、マリア傘なんか持ってない。うん、なんだよ。じゃあその手に持ってる白い傘はどうしたんだよ。うん、貸してもらった。その人にお礼を言わないとね。ダーレ。うん、ベアトリーチェ。そう、よかったわね。それで誰なの？傘を持ってきてくれた人は。お父さん、せめて晩餐にだけは出席してください。これでは親族会議になりません。金蔵さん、せめて夕食くらいは出んかね。あんたの顔を見ようと息子さんたちが集まってきてるんじゃないか。黙れ南條、ビショップが聞かぬか。言って足りぬ。金蔵さん、私も腹が減った。下に降りて食事をせんか。ならばお前だけで行くといい。私はもうしばらく